そらく彼らが現れたのは二人が城のイメージだからです。誰もが忘れたいあの悪夢を。2年前東京の真ん中に落ちたあの式神の城、それに去年のねじれた城、空襲と震災並みの悪夢だわね。確かに敵はイメージを具現化できる連中だ。その力で後悔を形として実体化させて攻めてくる。この町に住んでる奴ならあの城の被害は絶対に忘れない。その力で悪夢こいつらを実体化させたってわけか。なるほど。ならその二人がおそらくは核というわけだな。ピンポイントに叩くか。現有戦力なら他にありえないわね。最悪の悪夢、城が落ちてくる前にだな。くそ、また城を落とすつもりかよ。どいつが黒幕か知らないが絶対に許さねえ。許してたまるか。はい、だからこそこの儀式の中心にいるはずの月子さんを助けなければ。だが俺たちだけで手が足りるのか。それならもう心配ないわ。あの男を仮出所させたから。あの男ってまさか。キムさんか。心霊町経由で刑期の短縮を条件に捜査に協力するという名目でね。もっともあの男はそんな条件がなくても戦うんでしょうけれど。ありがてえ、キムさんがいれば百人力だ。両ども叩きのめしてやるぜ。バカね。あなたとサヨはさっさと妹を追いかければいいのよ。そういうことだ。前座の相手は俺たち大人がやってやる。まずはラブ、愛だ。そいつを守れない人間の正義なんて俺は偽善だと思ってる。だから行け。自分の欲することをなすのよ皆さん。わかった、行ってくるぜ。おう、探偵らしく被害者を探して取り戻してこい。了解、おっさん。行ってまいります。ミブヤの名にかけて人の心の悪しき闇を払ってきます。しかし君はいい女だな、文子女子。今頃気づいたの？いやいや、恋敵を救いに行く少年に別の恋敵がついていこうというのに実に寛容たるものだと思ってね。一人は欺瞞よ。それに彼女が死んで輝きを失った光太郎に興味なんかないわ。さよちゃんはいいのかい？式神なら離れろとも言えないでしょ。それにサヨと月子が相打ちになれば光太郎は自動的に私のものよ。なるほど、やはり君はいい女だ、うん、そのくらいにしておかないと怖いことになるよ、赤ちゃん。いかん、悪い癖が。やれやれ、それじゃ大人は大人の責任を果たすとするか。ええ、それじゃ行くわよ。パンツァー砲、地獄から這い出てきた亡霊たちに血と鋼でこの世の地獄を教育してやれ。了解、中尉殿。
戦車兵が騎士の末裔だってことを世間知らずのセプテントリオンどもに教えてやりますよ。行きましょう、猫さんも。諦めず夜明けを待つ人のために。にゃおないです。まだこんな事態を招いてしまうと。キム・デジョン様、お召し物と武器をお届けに上がりました。ユンヒ・ハウザーさん、わざわざありがとうございます。すでに全ての手続きは済んでおります。お急ぎください。これは助かります。こちらも預かってございます。お確かめを。何から何まですいません。ご恩は忘れません。当然の務めでございますよ。お気になさらないでください。では、参ります。なあ、サヨタン、俺は月子のこと何にも分かってやれてなかったのかな。信じると決めたのではなかったのですか。あいつが俺ん家に来てから俺はずっとあいつのことを見てた。俺の知ってるあいつは優しくて強くて自分より他人を大事にするようなやつなんだ。どうしたのですか？何が気にかかるのです？俺はまだ迷ってるんだ。月子がどうして欲しいのか分かんなくて。月子は嘘をついてる。やってないことまで自分のせいにして。あいつにあんなことができるはずがない。なあ、セヨタン。セヨタンは月子を責めるなって言ったよな。どうしてあの時、俺にそう言えたんだ。実は気迫こそ相当でしたが、結局、殺気そのものは一度も感じなかったんです。思えば、動きを封じようとしたのも私を助けようとしてくれたのではないかと。それに、私はあの人の目を見て感じました。この人は、光太郎さんに止めてほしがっていると。俺に止めてほしいか。月子の目、俺に殺してくれと言った兄貴の目にそっくりだった。それが月子の望みでも俺にはそれを叶えてやるなんてできない。月子を殺せるわけないじゃないか。だからどうした。何を尻込みしているのですか。
月子さんを殺したくないなら殺さずに止めればいいではありませんか。そうでしょ。今の俺にちゃんとそれができるのかな。だからどうした。いつものあなたならそう言って走り出すはず。どんな苦難も理不尽も不条理も絶望も全て吹き飛ばして。私の知ってる光太郎さんは何よりも強く困ってる人を助ける人です。一度心に決めたことを裏切らない人です。そんな光太郎さんを私は信じてます。だから月子さんのことも信じられる。だからそんな顔しないでください。そうだよな。月子を信じる、そう決めたんだもんな。そうだ。これで安心。来ます。この魔は魔を封ず。派手に行きますよった。やったか。いえ、まだ来ます。喰らいやがれ。道を開きます。行きましょう。月子さんが待ってます。わかった。この意は意を封ず。この世の断りとは異なる者たちよ、あるべきところへ。この世は牢を封ず。悪しき夢にこの道は通さない。この歯は歯を封ず。今ここにある明日を信じる人を破滅より守りたまえ。ここに月子がいるのか。そのはずです。光太郎さん、何があっても月子さんを信じてください。わかってる。あいつは俺の大事な妹で、俺が守るって決めたんだ。あなたのことは私が何があっても必ず守りますから。ありがとな、さよたん。やっぱり来ちゃったんだね、こう。昔からどんなに上手に隠れたって、こうにだけは見つかっちゃうんだもんね。月子、迎えに来たぜ。
一緒に帰ろう。無理よ、こう。忘れたのかな、私がサヨさんのことを殺したがってるって。芝居は無駄だぜ、月子。サヨタンはあの時、お前に殺気は感じなかったって言ってる。俺もそれを信じてる。月子は月子だ。月子がサヨタンを殺したりするはずない。じゃあ、今まで起こった殺人事件は全部、私のコウモリがやったんだよ。コウはそういうのが一番許せないはずじゃなかったの？確かに、そんなのは絶対許せねえ。けどな、自分がやってないことをやったって言い張るのも許せねえぞ。コウ、あのコウモリの性質、能力、行動パターン、それに目撃情報やキムさんの分析を総合すると結論は一つだ。お前はやってない。でも私のコウモリは、あのコウモリ、それ自体はお前の力かもしれない。だがそれが制御できずに暴走している。お前が現場にいたのは暴走したコウモリを抑えようとしたからだ。コウ、どうしてそんな。キムさんが言ってたよ、お前の力は吸血鬼と同じだって。なのに被害は橋の上で頻発してた。橋の上を飛ぶのはあの種類のコウモリの習性だ。でも吸血鬼は流れる水の上を渡れない。なら橋の上で被害が出るのは吸血鬼の仕業じゃなくて、その制御を離れたコウモリの仕業だ。橋の上の被害が多いのもお前が水に近寄れなくて暴走するコウモリを止められなかったからだ。お、どうして、なんで、なんで私の嘘見破っちゃうの。いろいろ証拠があったからな。でも嘘が見破れた一番の理由は、コウ、お前のことを信じてるからだ。小さい頃からずっと見てきた月子のことを信じるって決めたからだ。もうそれ以上優しくしないで。私、コウにそんなこと言ってもらえる資格なんてないんだから。バッカ野郎、お前がいないと俺が寂しいんだ。いいから帰ってこい。ダメだよコウ、殺す気はなかったけど、コウと一緒にいるサヨさんのことが羨ましかったのは本当なの。私、嫉妬してたの。サヨさん可愛くて元気だから。お願い、もうダメなのコウ。何がダメなんだよ月子、お前とだってこれからどこにだって行ける。だからこっちに戻ってこい。ありがとうコウ。でも、もう時間切れ。もう力を抑えることができない。城が落ちてくる。月子、どういうことなんだよそれは。ごめんね、コウ。今まで楽しかったよ。光太郎さん、離れてください。このままでは巻き込まれます。でも、まだ月子が。